アイテム番号。SCP-354JP、オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-354JP を中心とする半径 185.2km の空域には、航空演習空域のカバーストーリーを用い、一切の航空機の侵入を禁止してください。これを徹底するため、機動部隊所属の戦闘機による常時の防護戦闘空中哨戒を実施します。もし周辺空域に侵入しようとする航空機が存在する場合、警告を行い、空域侵入を阻止します。それでもなお航空機が侵入を試みる場合、撃墜します。これにより発生する問題は、演習中事故のカバーストーリーを用いて収集します。説明。SCP-354JP は、国際空港から東に約 360km 離れた地点に存在する、高度 3000m から高度 12000m まで届く円筒型の空間です。その直径は 10km です。SCP-354JP に何らかの航空機が侵入した場合、その乗員は SCP-354JP-1 に置換されます。SCP-354JP-1 は、外見上は乗員とは変わりませんが、通常の人と異なり、脳内に未知の器官が生じた存在です。その直後、SCP-354JP-2 が SCP-354JP-1 中心部の高度 6000m に出現します。SCP-354JP-2 は約全長20メートル、全幅15メートルの、世界各国で運用されているどの戦闘機とも違った形式の戦闘機で、国籍識別記号、機体番号とも記載されていませんが、性能的には既存戦闘機すべてを凌駕することが確認されています。また、SCP-354JP-2 は財団の敵味方識別コードを持っており、IFF、敵味方識別装置、では敵と認識することはできません。すべての場合において、SCP-354JP-1 は SCP-354JP-2 を振り切ろうと急起動を行いますが、SCP-354JP-2 はその性能的優位性により SCP-354JP-1 を必ず撃墜します。その後、SCP-354JP-2 は SCP-354JP に進路を変え、SCP-354JP 内で消失します。財団は SCP-354JP を、20年月日に起こった旅客機撃墜事件によって発見しました。当該旅客機は、国際空港に緊急着陸するため、通常の航路を離脱し、SCP-354JP に侵入し、その後 SCP-354JP-1 と SCP-354JP-2 を出現させました。当該旅客機は SCP-354JP-2 に撃墜され、しかるご SCP-354JP-2 は SCP-354JP に帰還。そこで消失しました。管制センター職員をはじめとするすべての関係者には全員 A クラス記憶処置が行われました。また、財団は墜落機から SCP-354JP-1 の遺体を多数回収しました。この事件の際、財団は墜落した SCP-354JP-1 の管制との通信以外で、内部音声の意味のある部分を、回収したボイスレコーダーの解析から再現することに成功しました。以下がその記録です。SCP-354-1 ボイスレコーダー音声記録、録音日時、20年月日。声 A、40代ほどの男性、クソ、脱出できない、判読不能、SCP-354JP-2 を指すと思われる。が諦めず追尾してくる。声 B、30代ほどの女性、まだ諦めてはダメだ。我々が、判読不能、
人類を指すと思われる、に擬態している理由を忘れたか。必ず、判読不能、破炎群をよこす。それによって、判読不能、も撃退される。もう少しだ。コエシー、重視後前半の段次。本当か？本当に、判読不能、につけると思っているのか？コエビー、実際に出られたではないか。あと少しだ。諦めるな。判読不能。コエシーを指すと思われる。到着後の手順はわかっているな。コエシー、判読不能、についたら、判読不能、を用いて仲間を増やす。爆発音、多数の悲鳴。録音終了、20年、月、日。付近、旅客機が SCP-354JP-2 によって破壊されたため、録音はここで終了しています。財団はこのボイスレコーダーからの情報で、SCP-354JP-1 は SCP-354JP を通路とした何がしかの侵略目的を持った存在と推定し、サンプルを取るため、実験を行いました。以下が実験報告書です。実験方法、無人ドローンを SCP-354JP に突入させる。複数回。目的。SCP-354JP-2 の出現を喚起する。結果。いずれの回においても SCP-354JP-2 は出現せず。実験方法。B クラス職員を登場させた超音速有人型ドローンを SCP-354JP へと突入させ、SCP-354JP-2 の攻撃を可能な限り回避しながら帰還する。複数回。目的。SCP-354JP-2 の能力の推定。結果。すべての回においてドローンは撃墜。SCP-354JP-1 に置換された B クラス職員は死亡。SCP-354JP-2 の能力の推定に成功。実験方法。B クラス要員を登場させ、脱出装置を備え付けた超音速型有人ドローンを SCP-354JP へと突入させる。複数回。目的。SCP-354JP-1 生存実態の確保。結果。すべての回において、ドローンは SCP-354JP-2 により撃墜。脱出装置により脱出した SCP-354JP-1 に置換された B クラス職員も SCP-354JP-2 により殺害される。実験方法。B クラス職員を登場させたドローンにより SCP-354JP-2 を釣り出し、コンタクトを試みる。目的。SCP-354JP-2 の起源、意図、目的についての調査。結果。SCP-354JP-2 は応答。以下にその記録を記録します。対象、SCP-354JP-2。インタビュアー、研究員。付記。このインタビューは財団の使用する暗号コードによって行われた。録音開始、2000年、月、日。研究員、こちら、中央航空管制センター、機器の所属と任務を教えてください。SCP-354JP-2 こちらは財団所属。方面、航空機動部隊所属。機体番号、だ、削除済み。任務についている。研究員、紹介。そのような機動部隊も機体も我が方は保有していません。しかし敵味方識別装置は機器を味方と認識しています。どういうことですか？SCP-354JP-2 それは我が方も疑問だ。削除済み。任務の主任とコンタクトを要求する。研究員、
紹介。そのような任務の主任はこちらに存在していません。SCP-354JP2 重大な情報の齟齬が生じているようだ。さもなくば、機関は財団職員を偽装した敵という仮説も成り立つ。研究員、それはこちらのセリフです。なぜ存在しない機動部隊と機体番号であるにかかわらず、財団の IFF には味方と認識され、財団の暗号コードでコンタクトできるんですか？ SCP-354JP2 不明、おそらくは何かのアクシデントと推定されるが、財団からの暗号コードと IFF コードは変わらず更新されている。研究員、それは重大な機密漏洩です。直ちに、空軍基地に着陸し、我々の尋問を受けてください。SCP-354JP2、それは拒否する。機関らが財団職員を偽装した敵であるとの可能性がある以上、その要求に応じることはできない。研究員、敵と疑われるのはわかります。こちらも機器を財団コードを不正に利用している敵と疑っています。ですが、それ以外の可能性も考慮しています。通信回線はオープンにしていただけませんか？ SCP-354JP2、それ以外の可能性は私も危惧している。機関らとの通信回線は常時オープンにしておく。私もこの異常事態に対して対策を練らねばならない。そのためには対話が必要だ。研究員、ありがとうございます。SCP-354JP2、感謝は不要だ。これは両者の陥っている問題の解決のためのディスカッションだ。ともあれ、先の、削除済み。任務で燃料がビンゴだ。本気は祈祷する。研究員、どこへ祈祷するんですか？ SCP-354JP2、既存の人語に存在しない名詞、基地にだ、通信終わり。録音終了、2000年、月、日。終了報告書 SCP-354JP2 には少なくとも、我が、財団の保有機体ではない。それは確実です。ですが、何らかの原因で味方と認識され、暗号コードでコンタクトも取れます。また、本来機密であるはずの燃料搭載量や基地名についても言及しました。彼らは明らかにこちらに情報交換の意図を示しています。この原因の究明のため、さらなる調査の用を求めます。研究員。現在、SCP-354JP1 の生存実態確保と、SCP-354JP2 からより多くの情報を引き出すための実験は、月に一度終了予定の D クラス職員1名を用いる形で実施されています。D クラス職員とドローンの無意な損害を極限するためです。また、研究員の提言により、欧ご理事会は一部機密資料を公開しましたが、このような任務についている機動部隊は存在しないとの結論でした。この矛盾、財団所属の IFF コードと暗号コードを利用できる財団に所属しない部隊という問題が、どこで生じているのか、原因は未だ不明です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。